茶ャバネツやハムシフィゲージやフルビッペネスはハムシ科の昆虫の一つ。黒い体に全肢が高褐色をしている。ガガイモを食べる。体長が5.0から6.0ミリメートルのカブトムシ。ハムシとしては扁平な印象の昆虫で、頭部と前胸性は黒く、全肢は赤褐色で光沢がある。胸部覆面は黒褐色で、腹部は赤褐色をしている。 触角の第二節は第三節よりはるかに短い。前胸背は表面全体に細かな天国があり、また後の円沿いに深い横向きの溝があり、その両端には明瞭な縦向きに走る溝がある。前肢には微細な天国が密にあり、外側の円近くには片部分から円の線に平行に走るはっきりした流起の線がある。葉を食べている。 集団植草はガガイモ。成虫は4から7月に出現する。東京の定地では、成虫が5から6月に見られる。京都での報告は6月上旬に採集した個体が、投稿色で長卵系の卵を地表に固めて産み付け、孵化した幼虫は、ガガイモの根の中に潜入して成長するのが確認された。幼虫は、細長い円筒型で腹部の石管がよく発達し、 体の側面が広く突出している。全体に白いが、頭部や前凶性、不足、微節板は、高褐色を帯びている。日本では、本州、四国、九州に見られ、国外では中国から知られている。以下、林田編長、P198 応援、P66、林田編長、P198 応援、P66 以下、木本、滝沢、 P479 林田編著、P198 ありがとうございます。